はい、こんにちは、こんばんは。3本解説やっていきます。まずこちらドル円の日足になるんですけども、このチャートを見てどういう風に波をみんな捉えてるか、多くの人が見える波はこういう波だと思うんですよね。で、今戻ってると、これを見た時にじゃあどこが一番大事な戻り高値かっていうと、ここになりますよね。ここにダブルトップがあって抜けたっていう形になると思います。今この高値からフィボを引くとちょうど 61.8 のポイントに当たるんですよね。この波を信じるんであれば、戻り売りの絶好のポイントだというのは頭に入れといた方がいいと思います。はい、それを踏まえてこちらが4時間足に週足を重ねています。天井圏1つ2つ3つと作っていますね。週足はまだこの枠の中を抜け切っていません。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。ここのポイントを日足で木曜日抜いたんですよね。これから上に行くのかどうなのかを金曜日に見極めたいなと思ってたんですけども、また枠の中に収まってきましたね。週足では上に抜けきれていないということで、ここの上の抜けは騙しだったというふうに今のところは考えています。つまり一つ騙しが出たのであれば、次は下を狙うんじゃないかというのがメインのシナリオです。はい、こちら15分足に4時間足を重ねています。クリスマス休暇前後の持ち合いを上に抜けて、今プルバックですね。このプルバックが成功するのであれば上に抜けていく、これが抜けるのであれば日足や週足も上に抜けていくという形になるんですけども、そこまでは今僕は想定していないので、このプルバックで買った人たちが失敗するんじゃないかという目で相場の方を見ています。持ち合いを上に騙しで抜けて下に行くとか、こういう形になればとても入りやすい相場になると思っています。はい、こちらユーロドルの日足になります。ここが重要なポイントになるんじゃないかっていうのは前々からずっと言ってたと思うんですけども、強い日足が抜けてきましたね。これはかなり注目のポイントだと思います。これだけ強い勢いで上に抜けたとなると、もし仮にこれが騙しだったとしても、下落に対してはどこかで強い押し目買いは入ってくるんじゃないかと思ってます。どこかで押す場合は基本的には一旦は買いで狙っていきたいところです。はい、それを踏まえてこちら4時間足に週足を重ねています。これだけを見ると週足まだ多少ちょこっと抜けただけなんですよね。相場が強いかどうかは怪しい部分ですけども、この最後の短時間での上げがやっぱり効いてますよね。これをすぐに打ち消してくるような相場が出てくるようであれば、また考え直さないといけないですけども、基本的には押し目を買っていくような形になると思います。どこかで売られるポイント、一度は買いでまずは狙ってみるのが基本的な戦略としてはいいと思っています。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。高値を完全に抜けてますね。押し目があるようであれば、この枠の中、この範囲であればどこかでしっかりした押し目買いを狙っていきたい場面だと思います。はい、こちら15分足に4時間足を重ねています。金曜日、むちゃくちゃ強かったですね。どこかで頭を抑えられるようであれば、売りを狙ってもいいのかなと思ってたんですけども、一切そういう気配見せずに、売りを狙ってる人には全く入る余地がなかったですね。これはもうお手上げ相場でした。まあ、月末年末によるドルの需給関係の影響かなという気もしないでもないですけども、細かいこと考えてても仕方がないんでね、強かったのは強かったと。それを頭に入れておいて、まずは押し目買いですね。そこを狙っていきたいと思っています。はい、というわけで今週も基本的には閑散とした相場が続きそうな気はしますけども、過去5年のチャートを振り返ってみても、年末年始動いてる時はしっかり動いてますんでね、チャンスがないということはないと思っています。動き出したらその方向に乗っていくのは一つの戦略としては全然ありだというのは過去も証明してますんでね、自信のある戦力がある場合は積極的に追いかけていくのは悪くないと思っています。それでは今日も頑張っていきましょう。